バス。パスワードは教えない。新しい鍵を取り付けたぞ。次はパスワードの設定か。よっと、設定完了。おう、みんなドアのパスワードは覚えたかな。それじゃあ試してみようか。やったやった。1、2、3、4、5、6、開け。あ、ドアが開いた。ひしくいさん、パスワードは簡単すぎるとすぐに破られてしまいますよ。それにパスワードを口に出して言ってはダメよ。悪い人に知られたら危険だからね。教えてくれてありがとう。またね。もう一度パスワードを設定しよう。どんなパスワードがいいかな。お、そうだ、ふっ、よっ、ほっ、ふっ、ふっ、変更完了。新しいパスワードは覚えたかな。覚えた。よし、中に入ろう。はい。はっはっ、よっ、はっパスワードロックね。それならこのスーパー解読マシーンで。ふっ、簡単なパスワードね。楽勝すぎるわ。大量ね。え、あ、うわ、もうなんでこんなところに行けが。え、もう全部なくなったじゃない。お、この家もパスワードロックね。このアンサムに解けんべー。鍵なんてないわ。解読失敗。なんで、そんなはずないわ。もう一度よ。へい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 。そんな、このパスワードは解けないわ。隠れなきゃ。家に到着。鍵を開けよ。鍵開きフォーメーション。パスワードは盗み聞きしようと。あ、パスワードは秘密でしょ。あ、ひ、何も聞こえないじゃない。それなら覗き見よう。それ開けられた。もう全然見えないじゃないの。このアンサムに解けめー。鍵なんてないわ。はい、ボールだよ。ありがとう。みんな、クイズに参加して正解するとキャンディーがもらえるよ。わー、キャンディー。第1問、数字続き。1、2、3、3、2、1、1、2、3、4。はい、5、6、7。うわ、正解。それじゃあバナナの色は黄色。また正解だ。やだ。もう一度パスワードは1、1、5、5。待って、パスワードは他の人に教えちゃダメだよ。あ、そうだ、秘密だね。ゲームはいいや。バイバイ。え、行かないで。あ、もう少しで分かったのに。へん、まだ手はあるわ。今度こそ。ふふんふん、へへへへ。あ、誰だろう。お姉ちゃん、うちの前で何してるの。ドアロックの会社のものよ。鍵が安全か確認しに来たの。みんな、鍵のパスワードを教えてくれる。パスワード、どうしよう、教えていいのかな。パスワードがないと安全を確認できなくて泥棒に入られちゃうかもよ。泥棒が入るの。それなら教えた方がいいね。パスワードは1155665。パスワードが分かったわ。なるほどね。鍵には問題はないわね。とっても安全よ。やったー、よかった。キラキラ光るっ全部盗んでやるわ。シュッシュッそれ変ね、ひしくいさん家のドアが開いてるわ。見てみましょう。
警察だ。あそこだ。それ、散らかってますね。ひしくいさん、ラブール警部、どうしてここに？パトロール中にドアが開いているのを見かけてきたんですが、どうやら泥棒が入ったみたいです。でも鍵は閉まっていたのに、どうやって泥棒は中に入ったんだ？今日はドアロックの会社の姉さんが来て、パスワードを教えてほしいって言われたの。泥棒が変装してたんです。ベルマン君、パピーさん、現場を調べましょう。了解。警部、どこにも泥棒はいません。もう逃げたんでしょうか？家の周りにも異常はありません。あのおもちゃの家、さっきはあっちにあったはず。煙突から尻尾が。見つかったか。誰もこのアン様のことを捕まえることはできないわ。またあなたですか。待ちなさい。このそれ。みんな気をつけて。うわっ。ラブール警部のワンポイントアドバイス。みんな、お家のドアがパスワードロックの場合、パスワードを他の人に教えないように気をつけてね。もし悪い人がパスワードを知ってしまうと、簡単に家の中に入られてしまって、とっても危険なんだ。絶対に忘れないでね。わっ、お願い、いいねを押してね。メガ窃盗事件。美術館に着きましたね。早く入りましょう。わー、絵がいっぱい。わー、どれもすごい。お目当てのボニャリザはどこかな。お、ここですよ。おっと。わあれ、おかしいわ、ボニャリザの目が違ってる。なんだって。この絵は偽物だ。どういうこと。どうやら誰かが絵をすり替えて盗んでいったようです。なんだって、許せないな。絵の具が乾いていない。この絵が描かれたばかりなら犯人はまだ近くにいるはずです。白熊館長、出口の封鎖を誰も出さないでください。はい、手分けして探しましょう。はい。怪しいわね。ちょっと。ゾウさんじゃないですか。どうしたんです？いや、絵の具アレルギーだったみたいで。絵の具アレルギーじゃ絵を盗むことはできないわね。やった。山梨さんだ。何か隠してるぞ。すみません、私のメガネを見ませんでしたか。どうしたんだ。ねえ、聞こえないんですか。メガネを探してたのか。山梨さん、メガネはそこに。キャー、ゴキブリ、ゴキブリの怪物だ。ちょっと、メガネがあった。いた。大丈夫？どうしたんです？何か手伝いますか？いや、大丈夫。
何も見つかりませんでした。こっちもです。早く外に出して。行ってみましょう。白熊館長、早く私たちを出してよ。お願い、用事があるの。子供たちを遊園地に連れて行くんだ。遊園地に行きたいよ。皆さん、お待ちください。ラブールケーブ、先ほど名画が盗まれたんです。ご協力いただけませんか。それは大変だ。そうなんです、泥棒が絵を偽物とすり替えたんですよ。なんてずる賢いのかしら。早くモニャリザを取り戻せるといいですね。どうしてモニャリザが盗まれたと知ってるんです。ほら、なんでわかったの。ほら、名画と言ったらモニャリザじゃないですか。あ、なるほど。本当ですか、白猫さん。荷物を見せてもらってもいいですか。もちろんいいですよ、どうぞ。赤、青、黄色の3色しかないから、緑のモニャリザを描くことは不可能よ。私は犯人じゃないわ。なるほど。それはどうでしょう。この3色があれば多くの色を作ることができます。このように黄色と青を混ぜると緑色になるんです。あ、緑色になったわ。それが何よ、証拠がないじゃない。偽物の絵がこんなに。これならどうです。本物のモニャリザだ。ついに見つけたぞ、モニャリザ。泥棒はお前だ。見破られるとはね、シャドークラウ。シャドーキャッツです。それ、俺。あっちに逃げました。待て。目が回るかと思ったわ。そうだ、ここに隠れましょう。いや、ペンギンが入ってるじゃない。あそこです。もうついてないわね。待ちなさい、シャドーキャッツ。この中です。この中にいるはずです。入念に探しましょう。ここにはいません。こっちもいません。あ、そこか。キャー、巨大イケムシだ。おかしいな、どこに隠れてるんでしょう。彼女は先ほど赤、青、黄色の3色ペンキをかぶっていた。この3色が混ざるとできるのは、お、黒です。見つかった。警察署まで来てもらいます。ダブル警部のワンポイントアドバイス。みんな、赤、青、黄色の3色は色の三原色とも呼ばれていて、この3つの色をいろんな割合で混ぜ合わせると欲しい色を何でも作ることができるんだ。まるで魔法のようだね。わー、虹だ。やった。面白いでしょ。みんなも試してみてね。ワン。ドラマーになりたい。ママ疲れた。あ。私もプロドラマーになりたい。先生に教わった曲を練習してみんなに聴いてもらうの。いいね。
私、もしかして下手なのかな。大丈夫よ、もっと練習したら先生みたいに上手になるわよ。うん、もう一度やってみる。あわわわ、なんて音だ。うわ、耳が持たないよ。逃げろ。私のドラムそんなにひどいの？ごめんね。さあ、今日もドラムの練習をしましょう。ん？あ！ドラムは？ドラムセットが消えちゃった。消えちゃった。おお、何かあったようです。サルママさん、何があったんです？ラブール警部、家のドラムセットがなくなったの。お姉ちゃんが大事にしてたドラムなんだ。安心してください、私たちが必ずドラムを取り戻します。ドアの鍵も塀にも異常はありません。外部から侵入したようには見えませんね。ドラムセットはどこに消えたんでしょうか。わーはっ、あ、こんなところにドラムスティック。あ、はあ、何の音だ。うん、お、お、へへ、逃がさないぞ。それはっ、わわわわ。もしかしてルルがドラムを盗んだの？違います、ルルはドラムを見つけておもちゃとして遊んでいたんです。わわわわ、シンバルを見つけたぞ。もっと庭を調べてみましょう。はい。ん？こんなところにあった。もう一つのシンバルも。ドラムセットはあと一つどこにあるんだろう。これはなんだ。それ、うわあ、入った。あらあかう。全部揃ってるわ、ありがとうございます。それにしても庭の至る所にドラムが隠されていたのはなぜだろう。お、サルちゃん、ドラムを隠しましたか？ごめんなさい、私が隠しました。サルちゃん、どうしてそんなことを？私、もうドラム嫌い。何日も練習したのにちっとも上手くならないんだもん。何日も？ちょっと待っててください。はっと、いっ、はっやー、こうだ。お、はい、はっと、えいや、はっ、えい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 。ママ、ママ、楽器屋さんで見たドラムの達人はラブールケーブだったんだよ。ラブールケーブすごい。何年も練習しましたからね。サルちゃん、さあ、叩いてみて。焦らずにリズムを保つことが大切なんだ。さあ、さあ一緒に。そう、リズムを合わせて。すごい！よかったよ。お姉ちゃん、本当にすごい。ドラムは練習を続けることが大切なんだよ。難しくてもすぐに諦めないで。
私もいっぱい練習してラボルケーブみたいに上手になる。ラボルケーブのワンポイントアドバイス。みんな、何か新しいことに挑戦するときは必ず困難に直面するよ。諦めたくなるかもしれないけれど、その困難を乗り越えなければ見れない景色もあるんだ。決して諦めず努力を続けることが成功への道なんだよ。ワン！警察の変装授業。さあ、えい、はっ、はっ、やっ、さあ、やっほー、それ、はっ、おほほほほ、あった。ラブールケーブの変装授業。はっ、変装はとても便利なスキルで悪者を捕まえるのに使えるんだ。うんうん。その1、頭部の変装。それ、はっ、待って、え、ケーブはどこ？ここですよ。うわー、やってみよう。行くぞーよっ、うん、って、これは違う、別のはこれだ。完璧な変装でしょう。ヒヒヒヒヒ、やー、マジだ。うわあ。その2、全身の変装。隠れ身の術、それよっ、ケーブはどこだ？ここです。わあ、すごい、やってみよう。ソーリ、わあ、ここいいな。ここに隠れよう。ベルマンさん、もう隠れてます。全然気づかなかった。じゃあ別の場所にしよう。いい匂い。キャー、ケムシー。ここが良さそうだ。へへへ、キャー、食人植物だ。うわー、助けて。はっ、次は実践に入ります。変装技術を使って窃盗犯の狼を捕まえますよ。よっ、任せて。変装完了。それ。お、お、誰か来た。隠れて。わあ、このケーキと写真を撮りたい。いいわよ。はい。はい。はい。わあ、気づかれてないですよ。僕も。イエーイ。フルーツケーキだ。仕上げにさくらんぼ。ベルマンさん、セルフサービスのスーパーへようこそ。へへへ、セルフサービスだって、誰もいないうちに盗んじまおう。はっはっは。へへへ、お、わー、大きなフルーツケーキだ。持って帰ろう。あ、へへへ、はっはっは。俺様はグルメ怪盗だ。お、あ、あ、
警察にも捕まらないぞ。セット班の狼見てろよ。狼よ。お、キャー、ケーキの化け物だ。怖すぎる。待て、逃げるな。え、うわあ、おい、うわキャー、助けて。せー、お、キャー、あ、あ、痛い。ベルマンくん、オオカミを捕まえたんですね。ケーキ怪物たちだ、来るな。変装成功、任務完了。パピーの発明完成。新発明のバルーンキャンディ、これを一粒食べるだけで体が風船のように膨らんで空を飛ぶことができるのよ。ミッキー、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 あ、見つけたか、バルーンキャンディーを食べたわね。ミッキー、ミッキー、まずい、食べすぎよ。ミッキー、ミッキー、見つけたくん、大丈夫よ、今助けるわ。ミッキー、行くわよ。それ、捕まえた。ふぅ、やっと止まった。今度こそ受け止めてみせるわよ。それ、あ、逃げ、逃げ、あ、逃げ、大変、パトカーが起き始めた。の効果が切れ始めたわ。よかった。ミッキー、見つけたく、フライトモード起動。バルーンキャンディーの食べ過ぎは危険ね。早く片付けなきゃ。パピーさん、このキャンディーおいしいね。全部食べちゃったの。なんだなんだ、あ、それはバルーンキャンディーを勝手に食べちゃダメ。
行きましょう。なんでコソコソしてるんだ？ダブール警部に見つからなくてよかった。警部、私たちが注文した誕生日ケーキを見たら絶対喜びますよ。あそこのお店だ。あの恐竜さん、なんか変でしたね。おお、ケーキを取りに来たのかい。10種類のフルーツをふんだんに使って丹精を込めて作った誕生日ケーキ、ラブルケーブもきっと気に入ってくれるはず。わー、見て、綺麗だろ。え、何もないよ。何を言ってるんだい、さっきここに置いたばかりだよ。え、あ、ケーキは、あ、他のケーキも全部ない。カバさん、注文のプリンケーキを。そのケーキを取りに来たよ。私はケーキが盗まれたんだ。泥棒を見つけてください。もちろん任せてください。カバさん、ショーケースに近づいた人はいませんでしたか？ライオンさん、さっきショーケースのそばをうろついていたでしょ。俺じゃない、歯が痛くてケーキが食べられないからただ眺めてただけなんだ。じゃあ誰が？俺じゃない。お前だろ。俺じゃない。そこまでです。はて、ダブルケーブ？警部、どうしてここに？君たちの様子がおかしいからついてきたんです。見てください。ゴマ？こっちにも。あ、指紋だ。指紋？はい、指紋は一人一人違っていて、誰一人として同じ指紋の人はいません。指紋を比べればケーキを盗んだ犯人もわかるはずです。店長は手袋をしているから指紋はつかないわ。いや、この指紋は犯人のものですね。指紋採取セット。指紋の採取完了。指紋の比較をお願いします。俺からだ。一致しません。ライオンさんは犯人じゃないわ。だから言ったろ。思い出した。君もショーケースの近くにいた。私じゃない。俺がやる。一致しません。ほらな、私の番ね。一致しません。一致しません。一致しません。ここにいるみんなは犯人じゃありません。疑ってごめんなさい。見落としはありませんか？見落とし？恐竜だ。おいしい。ボスに持って帰ったらきっと褒められるぞ。ちょっと待った。お、警察、逃げろ。もう手袋が邪魔だ。よし、それ。一致しました。ケーキを盗んだのはお前だな。お、まずい。逃げるな。わお、またシャドウキャッツか。追いましょう。よっと、ほっ、いや、待て。
どう？くくこれは返すね。私たちのケーキだ。次は成功してやる。あばよ。やっほー。署までご同行願います。わあ。わあ、綺麗なケーキだ。ラブールケーブ、お誕生日おめでとう。みんなありがとう。なるほど、僕にサプライズを用意してくれてたんですね。みんなで食べましょう。やったー。ラブールケーブのワンポイントアドバイス。みんな、手の指を伸ばして指先をよく見るとたくさんの細かい線があるよね。これは指紋というんだ。人の指紋は一人一人違っていて、たとえ双子でも指紋は異なるんだよ。指紋は多くの場面で利用されていて、スマホのロック解除、タブレットのログイン、スマートロックの解除に使われたり、警察が指紋を使って事件を解決する手がかりとして利用されていたりするんだ。指紋がどこで使われているか、生活の中でよく観察してみてね。はい。自転車教室。うわ、やったー。それ。うわー、すごい。うさぎくん、うさぎくん、自転車乗れるようになったの？自転車に乗るのなんて簡単さ。見てて。あれ、どこ？うわうわうさぎくん大丈夫？大丈夫、すぐに乗れるようになるよ。行くぞ。自転車を借りてもいいかい？いいよ。はっ、よーっ。うわーはっ。オオカミさん、逃がしませんよ。誰誰誰。はっ、よっ。はっ、よーっ。止まりなさい。わー、このこっちだ。はっ、よく見なさい。おっ、オオカミさん、署まで連行します。はい。うわすごいね。自転車を貸してくれてありがとう。とっても助かったよ。あれ、怪我をしてるじゃないか。あ、よっ。自転車に乗ろうとしたけど転んでばっかで。お、それでも続けたいんだよね。やっぱりやめる。転ぶと痛いもん。怖がらないで、僕たちが教えてあげる。まず人が少なくて安全な平らな場所で練習しようね。次はプロテクターをつけて怪我から自分を守ろう。イエーイ。自転車のサドルの高さを調整して足が地面に届くようにしよう。こうすれば怖くないでしょ。まずは両足で地面を蹴ってバランスをとってみよう。いいよ、その調子。そのまま前を見てみよう。大きな石がぶつかっちゃう。どこどこ、大きな石はどこだ。ここにあるよ。これが大きな石。
次はブレーキと曲がる練習をしよう。あ、木にぶつかる。怖がらないで、ゆっくりブレーキを握って。いいぞ、気をつけて曲がって、ゆっくりね。やっぱり難しいよ、もう乗りたくない。実は僕も子供の頃自転車に乗れなかったんだ。どうやって乗れるようになったの？それは…また転んじゃった。ママ、もう自転車に乗らない。大丈夫よ。失敗は成功のもとよ。転んでも立ち上がって学べばいいの。それで乗れるようになったんだ。へー、転んでも立ち上がって。そう、失敗を恐れないで。難しくても諦めないで。練習を続けるよ。頑張れ。いいぞ、その調子。大きな石、大きな石が。慌てずにゆっくりブレーキをかけて。うわあ、だ、今度は本当に大きな石だった。バランスを保ってゆっくり曲がろう。その調子、いいぞ。よし、そのまま。怖がらないで、大丈夫、君ならできる。本当に上手くなったね。すぐに追い越されそうだ。教えてくれてありがとう。うさぎくんの努力と頑張りのおかげだよ。うさぎくん、一緒に自転車で遊ぼう。うん、またね。またね。ラブール警部のワンポイントアドバイス。みんな、自転車の練習中に転ぶのは普通のことだから怖がらないでね。そして決して簡単に諦めないで。転んでも立ち上がって練習すれば必ず自転車に乗れるようになるよ。それとプロテクターをしっかりつけて大人の人と一緒に安全な場所で練習することも忘れないでね。応援しているから頑張ってね。ワン！かゆかゆバールプール。待てー、捕まるもんか。どこに行った？まだ近くに隠れてるはずです。ボールプールに隠れてるとは思わないだろう。これはイタチさんの尻尾です。ここにいたのか。行くぞ、それ。逃げられるとでも思ったか。警察署に連行してきますね。なんだ、顔がかゆい。かゆい、かゆい、全身かゆい。我慢できない。ヨポくん、なんで真似を？真似じゃないよ、僕もかゆいんだ。かゆいかゆい。
調べておきますから、皆さんはまず病院へ。お薬塗りましたよ。先生、ありがとうございます。イタチさん、警察署に連行されたはずじゃ。突然かゆみに襲われたので先に病院に連れてきました。ラブール警部、結果が出ました。かゆみの原因は皮膚のアレルギー反応ですね。みんなが同時にアレルギー反応を。患者に共通する場所はありませんか。共通の場所。ベルマン君、今日行ったところを思い出してくれませんか。パトロール以外だと休憩時間にドーナツ屋さんにアイスクリーム屋さん、それとハンバーガー屋さんです。食べてばかりですね。思い出した、イタチさんを捕まえた時にボールプールにも入りました。ボールプール。僕も行った。僕たちも。どうやらボールプールに原因があるようですね。ベルマン君は病院で治療を。パピーさん、私たちで調査しに行きましょう。やはり原因はボールプールのようですね。パピーさん、見てください。子供たちがボールプールの中でお菓子を食べてゴミをそのまま捨てています。そのまま遊んでる子もいる。みんなボールプールの衛生ルールを知らないんだわ。大ちゃん、ボールプールで遊んでいい？いいよ。サイさん、どうぞ。うわ、ラブル警部。サイさん、ちゃんと管理しなくちゃダメじゃないですか。え、何か問題でも？スーパードッグメガネ、これをかけてみて。なあ、こんなにばい菌だらけなの？だから最近かゆかったのか。かゆいかゆい。まずい、ボールプールの空気が。どうしたの？危ない。助けて。パピさん、行きますよ。はっ、やっ、えい、それ。どう、はっ、やっ、け、急いで離れましょう。やっと。本当に怖かったよ。もう大丈夫。ごめんなさい、私のせいです。これからはボールプールをしっかり管理します。約束ですよ。それじゃあ病院に行きましょう。ラブール警部のワンポイントアドバイス。みんな、ボールプールで遊ぶときはきれいに使うことが大事なんだよ。そうじゃないとばい菌が繁殖して健康に悪影響を及ぼす可能性があるんだ。みんながルールを守って意識的に行動することで安心して楽しく遊べるよ。みんな覚えたかな？嘘の救急搬送に気をつけて。くるっと回ってフィニッシュ。準備体操終わり。みんな遊んでいいわよ。モグラ君、ママは水を飲んでくるから先に遊んでて。はい。水、水、私の水。私のカバンが。ててもしもし、運動公園に怪我人が。早く救急車。
これで床の準備は万端ね。モグラくん、モグラくん、お母さんが怪我して救急車に運ばれたの。ママ、本当なの？さっきまであんなに元気だったのに。ママ、モグラくん、私はママの友達だから一緒に病院に行きましょう。どうして怪我なんか。早く良くなるといいわね。モグラママ怪我で病院に行ったんじゃないの。怪我なんかしてないわよ。モグラ君は、モグラ君はあなたの友達と一緒に病院に行くって。そんな、ダブル警部助けてください。モグラママの友達だと名乗る人が、モグラママが病院に運ばれたと言ってモグラ君を連れ去ったんです。誘拐事件のようですね。どちらに向かいましたか。あっちです。追いましょう。ママ、ママ、急いでよ。焦らなくてもママは病院にいないわよ。ママは救急車に連れて行かれたって。騙したのよ、怪我だって嘘。悪い人だ、助けて。それうわ、待ちなさい。見つけた、あそこです。やった。アンだ、アンがモグラ君を追っている。なんですって、またですか。写真によるとあっちに向かったようです。急ぎましょう。待て、もうどこに隠れたの。見つけたわよ。モグラ君、もう大丈夫よ。待て、どうする、どうする。おじいちゃん、飴買ってくるね。はいよ。そうだ、子ガメの写真は、よし、これだ。おじいさん、大変です、お孫さんが病院に運ばれました。なに、そんな、まさか。ほら、私の孫が、早く車に乗って行きますよ。よし、はっと。まだ騙された。病院はそっちじゃないわ。おじいちゃん、道を間違えてるわよ。合ってるよ、警察に連れて行くんだから。なんで。ちょうどいいところに警察だ。ダブル警部、怪しい奴じゃ。彼女を探していたところです。あ、こら、待ちなさい。おい、これでもっくらえ。そりゃあ、あったよ。はった、おじいちゃん。カメ君、まったく、このわしを騙そうだなんて一万年早いわ。ほれ、これがうちの甲羅の家紋じゃ。アンさん、署まで来てもらいますよ。ダブル警部のワンポイントアドバイス。
みんな、子供を誘拐するために嘘の事故で騙そうとする悪い人もいるんだ。あなたの家族が怪我をして病院にいる、家族が交通事故に遭ったなどと言われても簡単に信じたりすぐについていってはいけないよ。必ずパパやママか警察に連絡してね。覚えたかな。ワン、嘘をつかない。わあ、お誕生日おめでとう。誕生日ケーキよ。やった、ケーキだ。わあ、すごい綺麗。どうしてケーキの中が空っぽになってるわ。私の誕生日ケーキが。見に行きましょう。はい。何かありましたか。ダブルケーキ。うちの子の誕生日ケーキがダメになってしまったんです。中が空洞に、これは歯型。どうやら誰かが食べたようですね。警部、外から中に入った形跡はありません。ではケーキを食べたのはこの中の誰かということになりますね。食べてない、食べてない。誰かが嘘を言っているようですね。パピーさん、嘘発見機の出番です。パピーがいれば何でも解決。じゃーん、新発明の嘘発見帽子、嘘を見抜くことができるのよ。わー、ベルマンさん、ちょっと付き合ってください。ベルマンさん、あなたお菓子を隠していますね。そんな、まさか。嘘です、嘘です。ほらね。すぐったい、すぐったい。さっきのは嘘だって認めるから早く止めて。これはすごいですね。誰からやりますか。ひよこくん、どうぞ。ひよこくん、ケーキをダメにしたのは君ですか。違うよ、僕はそんなことしてないよ。嘘です、嘘です。ひよこくんだったの。ひよこくん、正直に言ってくれてありがとう。次は私がやる。それじゃあ次はサルちゃんの番ですね。はい。それじゃあ行くね。私はケーキなんて食べてないわ。嘘です、嘘です。ちょっと。サルちゃんだったの。違うよ、本当に違うの。ちょっと待って。そうだ、あうわー、ケーキだ。ダメ、これはお誕生日ケーキだからまだ食べちゃダメなのよ。あ、これなら食べてもいいよね。私が食べたのは隣のカップケーキよ。本当です、本当です。サルちゃん、正直に言ってくれてありがとう。それじゃあ誰が。うさぎくん、ケーキに触りましたか。僕はお兄ちゃんじゃないよ。ほら、お兄ちゃんも話
僕、実は一口食べちゃったんだ。嘘です、嘘です。二口だったかな。嘘です、嘘です。そうだ、三口食べたんだ。また嘘です。もうやめて。本当は一口のつもりが、ケーキが美味しすぎて止まらなくなっちゃっていっぱい食べちゃったんだ。どうしよう、怒られるのが怖くて隠そうとしたんだ。はあ、本当です、本当です。そうだったの。うさぎちゃん、お誕生日ケーキダメにしちゃってごめんね。誰でも間違いを起こすことはあります。でもその間違いを認めることが大事なんです。間違いを認めることが大事。わかったよ。うさぎちゃん、もう一つケーキを作るね。うん、みんなも手伝いましょう。いい匂い。お誕生日おめでとう。ダブルケーブのワンポイントアドバイス。みんな、間違いを犯したときは勇気を持って認めようね。嘘をついても事実は変わらないんだ。誰でも間違いを犯すことはあるけど、自分の過ちを認めて反省することが大事なんだ。みんな覚えたかな？ワン！